どうもこんにちは、1月の5日ですね。僕の冬休みも残りわずかとなってきました。成人の日1月10日ですかね、土曜日からの3連休が終わりましたらまた忙しい仕事の日々が始まるんですけども、冬眠の様子久々ですね。最終じゃない冬眠のチェックで、一番最近チェックしたのが大晦日の前日ですかね。大晦日の前日にちょっと子供の友達が家に遊びに来て金魚見たいということで、ついでだったんでこういうのを全部外して金魚を見せてあげたんですけど、それから結構時間が空きましたね。1週間ぐらい経ってだいたいですね、冬眠中でも3、4日に1回はチェックをしてるつもりではいるんですけども、あっという間に時間が経ってしまって1週間ぶりぐらいのチェックとなります。ここはもういつも紹介しております、去年の売れ残り金魚というか、とりあえず残っちゃったんでなんか愛着湧いたんでちっちゃいですけど置いとこうという感じで、結局場所がそれなりに越冬中使ってないこんな感じでですね、風で飛んでいかないように少し水溜めてこんな風に置いてますけど、こういう余ったタフ船っていうのが越冬中出てきますので、こういう風になんか持て余すんだったらちょっと置いとこうかなということで置いてます。もう無駄にエアーも回してますけども、こんなにねエアーをね当てる必要ないんですけども、でもですね今日も後でまた水温計見るんですけども、ちょっと太陽が出てきただけでも今朝方はですねここ水は凍ってるんですよ。凍ってるんですけど、お昼になるとですね、水温が14度、15度ぐらいまで上がるときは上がってきますのでね、やっぱね、ややこしい地域に住んでるんで、大変っちゃ大変ですけども。ただまあ、金魚の状態は元気ですね。ほぼほぼ桜、アズマ、ニシキと、龍眼、オランダ系ですね。長尾系がいるかと思ったんですけど、長尾がいないな。これがもしかしたら長尾かもしれないですね。この黒いやつが、この辺が色が上がってないやつがチビちゃんですけど、長尾がまだ少し残っているんですけども、ほとんど桜アズマニシキの売れ残りですね。なぜ売れ残りかっていうと、こう真っ白になっちゃったんですね。でもここに来て越冬中にしっかり、多分これはですね売れ残ったのは多分真っ黒だったからです。当時秋口売れ残ったのは多分色がまだ、抜けてなかったんで売れ残ったんですけど、今見たら結構桜アズマニシキっぽい色になってきましたね。ただ相変わらず僕が作る桜アズマニシキはなんか赤いですね、色が。もっとなんかピンクのイメージの金魚を作りたいんですけど、赤くなっちゃいますね。これいいですね、このくらいの色合いのやつを作りたいですし、肉流もねお顔の方も可愛くブクブク太ってくれてるんで、これで大きくなったら結構上物桜、ちょっと尾が折れてますね。でも後ろの尾が折れてますね、この子たちは。こんな感じでね、ちょいちょいちょっと欠点があって、売れ残った、何かしら理由があって売れ残ってる金魚なんですけども、桜アズマニシキは普通のオランダシジガシラみたいなやつも出てきてますね。また来年の春楽しみですね。これはまた来年の春大きくなってミックス金魚みたいな感じで最後ちょっとボッと売ってみようかなと思います。よし、やっぱでも全然違いますね、これがあるのとないのとでは。もうカッチンカッチンに凍りますけど、まずこれ乗っけてたらまず凍らないですよ。あとはメダカちゃんですね。メダカちゃんと、ちょっとここが崩してますね。この子が一匹ちょっと脱落かな。生きてますけどね。生きとるんですけど、ちょっと脱落気味の子たちですね。あとは上手に、水の底に行って、何匹かこの中にピンポンパールですかね、ここは。ピンポンパールがいるはずなんですけども、網どっか行ったな。網。上がってこないな。上がってこないっていうことはまあいいことですね。しっかりそこでゆっくりで、こメダカちゃんです。これはですね、三色系のメダカですね。白い発泡スチロールの中に入れてるんであんまりまだ、色合いが分かんないんですけど、これが黒い箱に入れるとですね、
1週間ぐらいですとめっちゃ綺麗になるんですよね。3色のメダカに、なってきますね、ほぼメダカですね。ほぼメダカですね。で、1匹クソでかいピンポンパールがこの中にいますね。網やった、網やった。日中はですね、太陽がですね、ちなみにですね、今がお昼前ぐらいなんですけど、だいたい2時ぐらいになると水温が一番上がりきるんですけど、お昼前で今がですね今日もそれなりにお天道さん出て、今日は晴れのち曇りみたいな感じなんですけども、今現在13度ぐらいですね。13度ぐらいで、あと2度ぐらいこれがまた上がってくるんですよ。で、朝方になると氷点下でしょ。ただまあこれつけてるんで、実際朝方ここの船は何度ぐらいですか。5度ぐらいまでですかね、多分落ちても。こっちのもう何もかぶせてないメダカの発泡スチロールのところはね、完全にもう朝方は凍ってて氷点下になってるんですけども、こうやってかぶせるだけで全然やっぱ違いますね。なんとなくこれ実験でやってるんですけども、日当たりの一番いい場所で透明のめっちゃ光通す水槽で、ミジンコ育ててます。それね、やっぱりもともとですね、僕のミジンコ育てる場所が、ここなんですよ。ここ大量にミジンコをですね育ててるんですけども、当然今冬の期間なんで、でやっぱ壁がですね、この発泡スチロールなんで光を通さないんですよ。光を通さないかったり、なんか太陽光がその分当たらないんで、ミジンコがね増えてくるペースもですガクンと減りますね、真冬は。それでもよう見るとね、いるんですけどね、ミジンコたくさん冬でも元気に泳いどりますよ。少ないんでもうめんどくさいんで取ってないですけど、元気に泳いでいます。で、それと比べてこっちはですね、まずかぶせることで水温がその分上がってくるのと、何より横からも太陽光が入ってきて、でそれなりにいい感じの青水もできるんで、こうやって見えるかな、ミジンコがねやっぱ湧いてるんですよね、発泡スチロール。こういうの見たらわかるかな、この辺ミジンコ。真冬にまあヒーター焚いてミジンコ作ればもう簡単なんですけども、もう電気代がもったいないので、まあ自然光で、できれば自然の力で保温してミジンコ作れたらなと思って、やっていますけども、まあ、いまいち思ったより湧いてないですけども、多分あともう少ししたら意外とグッと湧くんじゃないでしょうか。もうちょっと餌あげたら湧いてくれるのかな。ほぼほったらかしなんで、餌言ってもこういう使った古い水を入れたりするだけですけども、元気に。よし、あら、ピント上がってない。メダカもこれも3色ですね。3色です。息伸びてますけども、まあ、たまにこうやってね越冬できずに死んじゃってるメダカがちょこちょこ浮いてきてるんで、それを引っこ抜く程度で何もしてないですね。こんな感じです。僕はカキ殻とかカキの葉とかですね、越冬に向けて一切入れてないんですけど、これなんで入ってるかっていうと、まあ、隣に木があるからですね。柿の木があると隣だから勝手に入っちゃったっていう。基本はね何にも入れないです。ほったらかしです。木から離れれば離れるほど何にも入ってないメダカの船になりますね。よいしょ。これなんかわかりますか、これ。この削れてるの猫ちゃんです。猫ちゃんがこうやって削って荒らして食べていってます。メダカは食えないからですね、早いから。金魚ですね、多分これ持ってってますね、メダカちゃんが。最近大事なやつはこうやって網をして持ってかれないようにしてるんですけど。
今年は全然青水になんなかったですね。まあ、金魚はいつも透明の水で越冬させるって自分は言ってるんですけど、メダカはですね青水で越冬させるんですけども、12月中旬ぐらいから飛び始めて、なんででしょうね、なんか青水になってる船があんまない。薄い青水、緑茶ぐらいの色ですけども、去年はもっと濃かったんですけどね、濃い色で、濃い青水で越冬してたんですけども、ちょっとこっち開けてみましょうか、金魚。その前に今ザーッとメダカの船見たんですけど、この船ですね、ここのチームだけちょっと怪しいですね。死骸が多い。下にですね、どんくらいでしょうね、動画で映んないですけど10匹以上ですかね、10匹以上ぐらい死んどりますね、ここの船だけ。ちょっと水質が悪いのかな、こう藻にも絡まって、なんか藻もなんか気持ち悪いですね、ここのやつだけ。あんまり良くないのかな。どうしようかな。あ、なんかちょっと病気っぽいやつもいるな。どうしようかな、これ。答えはですね、もうとりあえず何もしないでほったらかすのがね、一番いいとは思うんですけども、足し水程度でですね、なんか怪しいな。ちょっと手加えてみるかな。まあ別に失敗してもいい船ではあるので気になるんで、ちょっといじってみようかな。ちょっと待ってくださいね。何にどうしようかな。水質あんまり変えたくないので、この25リットル水質を変えずに、どうしたらいいんだ。まず多分これでも水返したら一気にいっちゃいますね。水を移動しよう。ちょっとこのどうしようかな、どうしたらいいかな、これマジで。とりあえず今日は水替えはしない。ただちょっと死骸だけ取り除きたいんで、こう見ると元気なんですけど、こう見ると元気ですね。ちょっとずつ。すいませんね、本当にもう冬眠中に。こう見るとでも元気ですね。これイエローテール半月かな、半月っていうメダカです。ちょっとでも痩せてますね。栄養価がないのかな、水の中に。他のメダカよりもなんか痩せてるような気がします、ね、こうやって死骸をそのままには、あんまりこの大量の死骸はあんまりそのまましとくといけんような気がするけん、スポイドでちょこちょこ取るような、いつもはですね、何匹か死んでる分には網ですくったり、スポイドですくったりして、取り出してるんですけども、ちょっと量が、ちょっとここだけ異常ですね。だけ生きてるやつは、元気ですね。元気ってことは、そのまましとってもいいのかな。要は弱いやつが死んでるだけですから、そのまましとってもいいような気がするけど、こういうの迷いますもんね、途中。とにかくでも水質は変えずにゆっくり優しく、もう金魚の知識をメダカにぶつけるしかないんですけど、ほら、あともう結構死んでますよ、これ。ほら、あとないかな。こういうもの、藻とかに生きとるやつが隠れてるからな、ほら、チビちゃんが。ほら、ほらほら、早く。ちゃっても力ばん。よし。
どうしようかな。少しずつ水替えしていくかな。1週間ぐらいかけて。で、これをですね、これを新しい水にドバンだとこいつらがいっちゃうんで、どうしようかな。ちょっと短時間かけて。今ある程度取れたんですけど、もうちょっと待ったらまた出てくるんで、生きてるやつがめっちゃ隠れてるんですよ、下の方に。こいつを使おう。こいつでいい。こんな感じで、まあ今年初めての越冬トラブルですね。よし、しゃあないですけど、こうしてどうしようか。ライブ配信しとけばよかった。なんかこういうグダグダ動画になる、いつもグダグダでしたけど、こういう感じになるんだったらライブ配信しとけばよかった。こうしてこの水は使うので、網でこしていきましょう。水が悪いんでしょうね。悪いんでしょうけども、悪いからといって一気に変えると多分もう水しか原因ないですもんね。この知り方は餌やってるわけでもないし。くらいだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13 かな。パッと見て13匹死んでますね。で、今日気づいて数えて13匹なんで、多分腐れたりこういう奥にいるんで13、多分倍は死んでますね。30匹ぐらい死んでると思います。これ大量に死なしちゃいましたね。申し訳ないな。よいしょ、いいかな。まだ生きとるやつ、生きてるやついねえか。生きてるやついねえか。生きてるやついねえか。生きてるやつ、生きてるやついないな。うん、生きてるやつはいない。ちょっと一旦休憩。結構ね、好きなメダカで黄色のメダカってなかなかいないんで、個人的には好きなメダカなんですけど、よいしょ。チビちゃんですけども、イエローテール、半月かな、ヒレナガ。どうでしょう、メダカ好きの方。全く僕はいい悪いは分かんないですけど、まあ色合いだったりそういうのではね、個人的な好きなメダカで、たまにですね、固定率高いんですけども、こうやって真っ白なやつが生まれるんですよね。これでもって痩せてますね。でもこれ痩せてるんですかね。痩せてます、これ。わかんない、痩せてるように見えますけど、他のメダカと比べて。よし、この中に入れよう。こんなジャパンとか入れたりしたらまたびっくりして死んじゃうんですかね。よし、続きをしよう。あ、なんで俺こっち入れたんだ、こっちなの。失敗した。やっぱ動画撮りながらはあんまよろしくないですね。できるだけ環境を変えたくないけど、さすがにこの気持ち悪いのは、苔もですね、なんかちょっと異様ですもんね、この苔。ちょっとこれ
ました。ちょっといった切ります。ちょっとザーッと表面だけ水道水で洗い流します。消毒の意味も込めて。あんまし綺麗にしても非常食がないので、よし、こんなもんでいいかな。どうでしょう、こんな感じ。あんまり綺麗には苔のぬるぬるちゃんを残しとって、できるだけ環境を変えたくないので、よし、それでここに戻して、おいで、こいつらをここに戻します。という感じで、ドバッと戻しました。どうでしょうね、次の日の朝になってまたね半分以上ドバってこういうことするとですね、死んじゃうこともあるんで、あんまりせん方がいいんですけど、基本的にも 2,3 匹死んでても、もうそのままほったらかしですよ。下手にしても良くないんで、ほったらかしすること多いんですけど、結構な大量死してたので、この子たちだけですね、まあうまくね、全体的にはですね、こうやってたくさんある中でうまいことどの船も越冬できてるんですけど、ここだけはなんかダメだったんで、今年初めてのトラブルですね。でやったこととしては、なんかちょっと掃除したのと、で水も変えたいところなんですけども、変えると思いっきりストレスかかっちゃうんで、とにかく環境をですね変えずに、環境を変えたことをこの子たちは、バレないようにするようなイメージでちょっと作業の方をしました。だから表面、水槽の方は掃除はしたんですけども、飼育水はそのままですね。で足し水も今日は全くしないです。また、明日になったら足し水少しずつですね、していこうかと思います。そんな感じで、今日も飼育記録でした。ありがとうございます。